ウィナーズのケイゴ&ウンパルンパ使ってきました。どうも、世界最終順位11位のおもちゃです。ということで、こちらのね、2名の選手ですね、早速、イベントですね、ちょっと使ってきました。まあ、まずね、ケイゴの方なんですけれども、まあ、全部ね、お任せで振ってみたんですけど、まあ、比較的、やっぱスキルとか結構優秀なんで、なんかお任せ育成するのが一番いいのかなっていった感じでしたね。ボールはね、やっぱり持ちやすいですね、意外と。で、パスとかも、まあ、結構いいんで、普通になんかね、こういったフェラントーレスとかロナウドが組ませてもなんか全然やれるっていうね。ウンパルンパの方も、まあ、ちょっと使ってみたんですけれども、ダブルタッチがついてるということでね、ここの切れ味はめちゃくちゃ鋭いですね。でウンパルンパのねパフォーマンスがこんな感じになってますね。いやこれもね、ほんと実際にオンラインでねやられたらガチ切り案件なんじゃないかなと思います。まあ、パフォの巨悪度は間違いなく星6でいいんじゃないかなと思います。